日本代表は30日、カタールワールドカップは二次予選の試合で、モンゴル代表と対戦してる。前半13分には、南野拓実が先制ゴールを挙げ、今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、確実に地点3を獲得するべき試合で、早めの先制点が叱った森保ジャパン。その待望のゴールは予選を通して好調なパフォーマンスを続けきた南野の左足から生まれた。左サイドの小良成からのクロスが逆サイドへと流れた。松原健が折り返した低いボールを南野がペルティーアーク内右側で受ける。素早く左に近えたところから左足を振り抜き、ゴール隅へのシュートを突き刺した。これで、南野は予選の開始から5試合連続のゴール。4試合連続、時点で1993年に、三浦和義、和が達成した記録を塗り替えていたが、自らの記録をさらに更新すゴールとなった。両。